田辺メール。10年前の話。当時付き合ってた彼女、Y子、と別れて1週間後くらいに知らないアドレスからメールが来たのが始まりだった。かいつまむと。突然のメール申し訳ございません。僕は Y子さんとバイト先が一緒の田辺と申します。実は Y子さんのことが好きになってしまいました。彼氏だった俺さんに相談したくてメールしました。まずお前誰だと。いきなり知らない人にメール？しかも俺が Y 子の元彼ってなぜ知ってんのかと。知ってんのはまだしも、なんで俺のメアド知ってんのかと。普通に気味悪さに寒気がした。とにかくメールは長文で、田辺が Y 子をどんだけ好きなのかがびっしり書いてある。で、最後に、Y 子さんをどうやったら振り向かせられるか教えてください。と。知らねえし、お前怖えよ。で、しかとしようかとも思ったんだけど、逆恨みされるのも嫌だから、返信。今は Y 子と別れて連絡も取っていません。そんなに好きならしっかり思いを伝えてしまえばいいと思いますよ。頑張ってください。それから数時間後、返信が。ありがとうございます。全力で頑張ろうと思います。俺さんに相談して勇気が湧きました。よかったです。さすがにキモかったので返信せず。それからほぼ毎日田辺からメールが来る。今日は一度Y子さんと話せました。今日はY子さんと一緒に発注についてやり取りできました。今日は出勤時間が一緒で偶然会え、バイト先までいろいろ話せました。こんな感じの報告メールが1日1回のペースで来る。キモいし関わりたくなかったので一切返信しなかった。それでも毎日こんな感じのメールが来た。1週間ほどしてから、メールの内容が変わってくる。なんで Y 子さんは僕の気持ちに気づいてくれないんでしょうか。Y 子さんはいろんな男に愛想が良すぎる。男に話しかけられるとみんなに笑顔です。八方美人は嫌いです。僕のことを Y 子さんはバカにしているんでしょうか。明らかに報告から Y 子への嫉妬むき出しの内容に変わった。それでも無視を続けていたら、とうとうすごいメールが届いた。件名は、いいことを思いつきました。今日、Y 子さんの友金帰りに僕の友達を使って襲わせます。そこに僕がたまたま通りかかったことにして助ければ、Y 子さんも好きになってくれるはずです。さすがにヤバいと思った俺は、その時初めて Y 子にメールをする。Y 子と同じバイト先の田辺ってやつがヤバい。今日襲うとか言ってるから帰りはみんなで一緒に明るい道で帰れ、と。Y 子からメールが来る。田辺なんてバイト先にいない。てか男自体がオーナー以外今は勤務先にいない。確かに今日は夕勤で23時上がり。友達と帰るから大丈夫。ヤバけや交番近くにあるから大丈夫。こんな内容だった。田辺が実際にいない人物と分かって鳥肌が立ったのを覚えてる。気味悪かったが、Y 子にも連絡できたことで少しだけ安心する。同時に田辺へ返信。Y 子に伝えました。変なことはしない方がいいですよ。田辺から返信はなかった。夜になり、俺はやることもなく家でゴロゴロしてた。23時過ぎても田辺からの返信はなく、Y 子からも特に連絡なし。ほっとしてるといきなり着信音が鳴る。Y 子からだった。電話に出ると、半べそでパニック状態の Y 子の声がした。どうしよう、最寄り駅着いてから変な人がずっとついてくる。どんな奴だ？怖くて見れない。けどずっとついてきてる。とりあえず交番行け。いきなり家のチャイムが鳴る。心臓が止まりそうになる。恐る恐るドアを覗くと。Y 子だった。俺の家と Y 子の家はすぐ近所。一人暮らしの Y 子はあまりの怖さで家に来てしまったらしい。開けると Y 子はものすごい真っ青な顔で泣きまくってる。すぐに家に入れて鍵を閉める。俺の部屋に入るのは見られたか？わかんない。
でも近くまでずっとつけられてたのは確か。勇気を出してベランダから外を見るも人の気配はない。正直俺自身もものすごいパニックになっていて、田辺にメールをする。警察に今連絡をしました。今までのメールも全て残してあるので証拠になります。もうすぐ警察が来ますのでこれ以上のことはしない方がいいですよ。ちなみに今考えれば警察に本当に連絡すればよかったものの、なぜか連絡しなかった。ガキだったこともあって、警察に巻き込まれるのがなんとなく嫌だったんだと思う。どう考えても警察に言っていないようだったと思うが。ワイコにはバイトを次の日休ませ、何かあったら本当に警察に行こうという話をした。チャイムが鳴るんじゃないかと相当ビビりながら過ごしたが、結局その日は何も起こらなかった。翌日、田辺から俺にメールが来た。最初のメールの時のように敬語で長文。内容としてはこんな感じだった。どうかしてました。本当にごめんなさい。実は僕は田辺という名前ではありませんし、ワイコさんと同じバイト先というのも嘘。ワイコさんのバイト先にたまたま買い物をし、一目惚れをしてしまった。ある日、近くの居酒屋で飲んでいる時に偶然ワイコが何人かと飲みに来て横のテーブルに来た。ワイコたちは俺と別れたドンマイ飲み会で来ていたらしく、ベロベロに酔っ払って俺の名前を言っていた。友人にワイコがトイレへ連れてかれる。テーブルに誰もいなくなったとこでワイコの携帯を見て俺のアドレスをメモ。その後俺にメールした。申しません。本当にすみませんでした。それから俺にもワイコにも何も起こらなかったこともあり、結局犯人が誰だったのかは未だにわかっていない。長文失礼しました。オチに何のインパクトもないけど、人生で自分的に一番怖い体験でした。間違い脅迫状。10年くらい前に、間違い脅迫状が届いたことがあった。本来受け取るはずの人がなぜ恨まれているか、その恨みがどれほどのものかが綴られていて、最後に、早急に連絡するよう書かれていたけど、連絡先や名前らは書かれていなかった。対して気に留めずにいたら、ほどなくして2通目が届いた。内容は、なぜ連絡してこないのかという抗議、何日の何時に〇〇で待つという一方的な待ち合わせだった。やっぱり3通目も届いた。お前の気持ちはよくわかった。それなりの報復は受けてもらうことになるから覚悟しておけ、的なことが書かれてた。俺の部屋やポストに何かされた形跡はなかったけど、夜中にマンションの前で張り込んでる怪しい車を何度か見た。それ以降は特に何もなかった。本来の受け取り主は訳もわからずに、それなりの報復とやらを受けちゃったんだろうか。境内の床下。俺が小4の時、毎日近くの氷川神社で遊んでいた。特にその頃は境内の床下に潜り込み、でっかいおはじきで遊ぶのが流行だった。床下は結構広いけど高さがなく、子供でもしゃがまないと歩けないくらい。またそれが隠れ家風で気に入っていた。ある日いつものように床下に入ると、いつもはない布団が一枚、畳んだ状態で置いてあった。いつもは砂地に腹ばいになって遊んでいたのでみんなは喜び、布団の上でゴロゴロ転がったりしてはしゃいでいた。そのうち一人が、なんか布団が硬い。と言い出した。そしてちょうどその時に別の一人が、賽銭箱の後ろに紙の手提げ袋があったと持ってきた。みんなで中身を漁ってみたら、中身はお風呂道具一式、洗面器、石鹸、手ぬぐいと、少し錆のついている果物ナイフ。何か宝探しのような気分になっていた俺たちは緊張が解け、なんだあこや、と大笑い。一人が布団の隙間に手を突っ込んだ。次の瞬間、その子が、ひぃ、って声を出して手を引っ込めた。中に何かあるって。別の子がそーっと手を入れて抜いたら、長い髪の毛が絡んで出てきた。当然、もうパニック。神社の下にある民家に知らせ、走って逃げた。後からパトカーがたくさん来た。
予想通り、布団には女性の死体が挟まっていて、凶器は果物ナイフだったとか。あの狭い山の間からどうやって布団や死体を入れたのかはわからないが、とにかくそれからその神社で遊ぶことはなかった。